デイリービルの山で本日は参議院議員の有村春子さんをお願いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。ご無沙汰しておりますと。はい。何笑ってるんですか。はい。いつもね、笑顔が素敵な有村さんなわけですが。私が月刊ウィルさんのこの対談に出させていただくと、はい、山根さんとコンビネーションを組むと、うん、山根さんはどうやらミドルエイジの女性のキラーだと書き込みがあって、はい、私、あれ、真面目に書き込み全部読んでるんですよ。意外や意外。はいはいはい、そしたらなんか、あの豊島の女性をあの本当にくすぐる山根さんの聞き方の話術がすごいとか書いてあって、はいはい、なんか私が勝手にミドルにさせられて本当に困るんですけど、はい、あの今日は真面目な話、そう今日真面目な話なんです、はい、あの LGBT 理解増進法と、はい、いうことの法律が通ってですね、今日間もなく最高裁で、はい、そのいわゆる LGBT の T、トランスジェンダーの方、うん、はい、すなわち生まれた時の性別、まあ、身体的な性別と、うん、それから自らが認識される性別が違う方のトランスジェンダーの方が、はい、まあ、トランス女性の方ですね、うん、が、経済産業省に50代の方がいらっしゃるんですが、はい、その方が、まあ、女性トイレを使うということの、まあ是非について最高裁があと数時間で判決を出すという状況なんですよね。でこれ収録日が7月11日、はい、でちょっともどかしいんですけどね、まだこの最高裁判決出てない よくこのタイミングでちょっと組んでいただきましたね、明日に組んでくださったら本当に良かったのにという感じなんですけど、はい、でもどっちにこれ触れるか分かんないですよね。というのもこれ地裁では、はい、その経産省 の、 その勤務しているフロア、はい、はい、2つ上のフロアでしたね、はいはい、2つ違うということで、違うフロアを使用させるのは不当であるとというご主張に対して、はい、そうだという一審と、いやいやそれはあの生来の女性ですね、大多数の女性はやはり安全や、はい、あるいは羞恥心もあるので、いやいやそれはあのそういう別々のところを使わせるっていうのはあのそれ自体合理性があるという二審に対して、はい、まあ、最高裁がこの間弁論をやったんですね、すなわち被告と原告 両方の意見を聞いてみようと。でその弁論をやるというのは実は妥当だというふうにしていた意見が変わ判決が変わるかもしれないということなので、今日のあの判決はですね、あの相当これから大きな影響力を社会に投げかけることになるなというふうに思っていますね、はい、最高裁のこの判決どうなるか分かりませんが、はい、その一つ大きな材料となるものを、はい、実はその LGBT 理解増進法 の、 その審議にあたっては、はい、有村さんがね、はい、質問されて答弁を引き出したっていうことなんですけれども、はい、6月ですね、15日質問に立たせていただいて、重要な答弁を出されてるんです。これがあの議員立法で、立法を趣旨を説明する私の質問に対して答弁をされているんですけれども、私はですね、そのこれからも女性にとって大多数の女性にとって、安全に、女性のスペース、すなわちこれは、女湯だったりあるいは、まあ、女風呂だったりトイレだったり更衣室だったり、そこが守られるのは大事だと、そういう意味では誰がそこを使うのかということに対して聞いているわけですけれども、新藤議員がですね、答弁者としてそもそも女性用施設の利用のあり方を変えるようなものではない、この法案はそういうことを想定していませんと、そして、憲法は法の下に平等だっていうことを言っているんですね。でも憲法14条でみんな法の下では平等だというふうに言うものので、差別は禁止されている一方で、合理的な区別として戸籍上の性別あるいは身体的な特徴で、例えばあの男女のお風呂とかですね、判別される男女の性別に基づいて、区別をしていくというのは合理的な区別だと、その合理的な性別に基づく施設の利用のあり方を変えようとする法律では全くないと、そして大多数の女性の権利や女性スペース、女湯とか更衣室とかあるいはお手洗いの侵害は許されないことは当然ですと、
そしてこの LGBT に対する国民的理解が深まったとしても、それは女性トイレを排除してですね、それをジェンダーレストイレに変えていくというものではないというふうに明確に答弁をされています。ですからこの国会での、国権の最高機関としての国会での私の質問、すなわち LGBT が、の理解増進が進んでも女性トイレを代替してみんなジェンダーレスにしていくというのが法の趣旨ではないですよねという確認に対してのこの答弁、すなわちそういうスペースは身体的な特徴あるいは戸籍上の、その区別というのを重視するという、これが重んじられる判決になるかどうかというのが、関心を持つところですね。これ強調しておきたいのが、はい、これ最高裁が、はい、我々からすればその真っ当なね、はい、判決を下してくれれば、それはもう有村さんのお手柄だとはね。私はというよりは、国会で真面目な議論をしたその成果が生きてくるなと。当然国会の議論というのは単に記録に載せるというよりも、今後の社会規範やこれから政府も LGBT の方々に対する理解、その多様性に対する国民の理解を深めていくときに、基本方針やあるいは運用のガイドラインというのを作っていくことになりますから、そういうガイドラインを作っていく中での、まあ、公序良俗というか国民が安心できる価値というのを議事録に入れていく、そういう目的で質問に立っていますし、答弁者もそういうことも大事だという認識で、答弁を紡いでいますので、それが生きてくるかどうかということの試金石になるでしょうね。はい、そもそもなんですけれども、ちょっと話変わるようですけれども、有村さんがこの質疑立とうと思った、どういった経緯でと言いますか、例えばいろんな戦い方あったじゃないですか、はい、有村さんみたいな戦い方もあれば、はい、それこそこう退席するというやり方もありますし、はいはいはい、やっぱりこれ相当これ自民党内でもこれ賛否分かれた法案だと思うんで、はいはいはい、この有村さんこの Facebook 等々でもこれつまり質疑と賛成はセットなんだ、ということなんですけれども、はいはい、そのあたりの経緯と言いますか、やっぱりこれプラスこの大きな流れにはね、やっぱり逆らえないというか、やっぱこう大きな流れを感じて、その中で自分ができることっていうおっしゃってたと思うんですけれども、うんうん、はい、そのあたり、私初当選してから22年、はい、国会の議席を預からせていただいているんですけれども、意外にね、自民党ってすごいやっぱり自由民主党っていうだけあって、うん、民主的なんです。これ意外だと思われる方いらっしゃるんですけど、で自民党の部会っていうところでは、自民党の議会人であれば誰でもマイクを持っていいと、で発言は封じられない、これは当選期であるいはその男女とかそんな違いは全くないわけで、誰でも発言をして、そしてその皆さんの反応を見て、その党内の世論を変えていく力、発言権を持っている。で、それは郵政民営化で灰皿が飛んでくるような激論をしていても、税制改正の時もできるけれども、今回ですね、これは他の議員も私も感じるところですが、何を発言しても、そして慎重であるべきだっていう意見が多かったにもかかわらず打ち切られてしまうというその議論の不健全さを感じたんですね。で、私は4月にどれだけ慎重派反対派が意見を言ってもそれが生かされないで、これが与党案だというふうに示されて、ほとんど変更がなされないというところに、あ、これはてこでも動かない大きな流れというのがすでに決まっているんだなと、決まってるんじゃないかというふうに私は直感的に感じたんですね。で、あ、なるほど、 G7 に向けてその法案を提出する、成立するということを腹積もりされているに違いないというふうに思った。で、実際にそういう動きになっていった。で、その中でいろんな、法案が出てきましたから、私はもうそれぞれ意見が違うから、議員立法としては意見の統一を見ないから廃案になると、実は多くの皆さんが思っていた。にもかかわらず、その G7 の後にですね、やっぱり出すんだということになって、これは誰の言命なんだということを考えると、私は進め方に関して、別の選択肢はもっと丁寧なやり方はあったということを、まあ、申し上げることをためらわないですね。うん、はい、
で、まあ、大きな流れというのを感じて、その中で自分ができること、はい、ということで、この質問に至ったということなんですけども、はいはい。手こでも動かないということを考えたんですね。で、その大きな流れを作ってるのって、はい、まあ、そういう G7 のそういう日程であったりもあると思うんですけども、はいはいはい、マニュエル大使の、この存在結構大きいと思うんですよ。まあ、実際わかんないですよ。流れ作ってるかどうか。はいはいはい、ただ、傍から見ると、やっぱり、はい、目立ちましたよね。彼の言動が。そうですね。報道で言われているのは、はい、まあ、これを強力に推進しようとしている、うん、まあ、連立政権の中でのですね、うん、そういう動きが非常に大きかった。そこに配慮したんじゃないかということと、はい、米国の駐日大使であられるエマニュエル大使がですね、この半年間で25回以上 LGBT 法案を推進すべきだという立場でツイートをしているんです。それで、その大使が日本の、まあ、LGBT 賛成の方々のパレードにも参加をしていて、そして東京新聞なんかによると総理に対して、こういうふうにすべきだという推進の立場で手紙を出した、そこは彼もファジにしているんですが、東京新聞なんかにはその記事があるんですね。ですから私はどのような立場を取るにせよ、これは日本国民が決める話だと、他国の権力ある人にやれとかやるなと言われる話じゃないぞというところは明確にしなきゃいけないという立場です。で、実はこの5月に経済安全保障の意見交換のためにアメリカのワシントン DC に甘利先生などと一緒にご一緒させていただいて、アメリカの国務省に行ってるんですね。まあ、外務省ですね。で、その高官と会っている中で、帰国が送っている大使、日本の大使が、この LGBT 法案に対して通せ通せという、非常に、まあ、傲慢にも取れる、アクティブな活動をされてるけれども、それは、主権国家としてお互いの、その主権を重視するというのが民主的な民主主義国の、合意ではなかったかというふうに私が英語で申し上げた。そうすると向こうのやっぱり顔色が変わるんですね。すなわちこれはまずいなっていう顔をするわけです。ですからやっぱり大使だけは一生懸命 LGBT やるべきだって一人で言ってるけど、これは果たして民主党の支持なのかどうかということにも疑念が出るなって、うん、つまり内政干渉とおぼしき、そういう危険なことをやってるなという認識はアメリカにもあるんだなっていうふうに私は確信したんですね。で、日米関係が大事だと思うアメリカの議会の上院の方にもお目にかかってますけれども、やっぱりあなたのポイント Your point is well taken って あなたの言ってることがあるよっていうふうに言ってくれたので、あ、これは、今政権を取っている民主党の価値というわけでもないし、アメリカ全米の価値というわけでもなく、エマニュエル大使の、まあ、個人的な見解というか、その、まあ、執着なんだということを私は5月に確信をしているので、そういう意味で国会質問で15分質問立った時にはですね、じゃあアメリカの立法状況はどうなんですかっていうことを外務省に聞いてるんです。そしたら外務省も、アメリカでは LGBT 賛成の州に、まあ、立法権限があるので州もあれば、 LGBT に対して、まあ、距離を置く反 LGBT 法というか慎重な立場の州もあり、見解は様々ですということを外務省は言っているんですね。で、かつ G7 の中で LGBT に特化した、差別禁止とか、その LGBT に特化した、そういう立法を持っている国はありますかっていうふうに私は聞いてるんですけども、外務省は G7 の中で LGBT に特化したそういう法律はどの国にもありませんというふうに答弁をしているんです。すなわち、アメリカ自国においても G7 においても特化した質問、特化した法律を持っていない、そんな状況で全米でも差別を禁止するとか LGBT に特化した法律ができていないにもかかわらず、そのエマニュエル大使が日本でこれをやるべきだというふうにとやかく言ってくるのは、やはりこれは、まあ、影響工作というかですね、世論誘導だと思われても仕方がない。それは大変に慎重にやるべき話だという反論が
当然なされるべきですし、なかなか政府からそれが聞こえないもんですから、私は日本は主権国家だと、主権っていうことをやっぱり考えると、どのような立場を取るにせよ国民が決める話で、 国民が選んだ国会が議論する話で、他国にやれと言われる話じゃないという、この原則論は絶対に議事録に残しておかなきゃいけないというふうに思ったことです、はい、ちなみになんですけど、はい、ツイッターで有馬さん発信されてたのが、はい、あのエマニュエル大使がいろんな国会議員を米国大使館に呼んで、はいはい、なんかあれオルグしてるんですか。まあその中の要素は分かんないと思います。オルグっていうのは、まあそのなんていうんですか、籠絡するじゃないですけれども、あのやっぱりこの辺がですね、やっぱり軽率だと私は思いますが、はい、大使と例えばランチしようとかですね、はい、呼ばれている議会人が結構いらっしゃいます。うん、で、それが LGBT について論じようというふうに表立って呼ばれている議員と、うん、そうじゃない、例えばですね、甘利先生が、私たちアメリカに行った、その皆さんとランチをしましょうというふうに私もご招待をいただいているわけですけれども、全く LGBT ということを論じるということのヒントなしに言われている議員もいるんですね。で、テーマ LGBT になりますという、分かった時点でそれをお断りしている国会議員もいます。うん、ある種なんかちょっとトラップみたいですよね。当然日米関係は大事だと自民党の議員であればみんな思いますので、うん、私もそこは非常に気をつけているんですが、日米関係が崩れてるというふうに思った時にそれを喜ぶのは誰かって考えると、うん、今、ロシアによるウクライナの侵略も続いていますし、ロシアや中国や北朝鮮を喜ばせる、彼らを利するような、見え方はしちゃいけないわけです。ですから私も明確に日米関係は大事だと、けれども日米関係が大事だと思う日本の国民層の、その矜持を、壊して、分断をして、そしてアメリカに対する反発を弱気するというのが米国大使の目的ですかというふうに、そこは冷静にですね、日米は大事だけれども、それに寄与していない米国大使の軽率で個人的な執着が果たして適切なのかということを、一議員の立場で明確に申し上げています。まあ、超えてはならないラインというか、まあね、ありますからね。譲れないものは絶対にありますからね。悔しいかな、外務省はですね、それまでの答弁を見ても、うん、これが内政干渉じゃないかというふうに同僚議員が国会質問で聞いてるんですね。それに対して、内政干渉がどういうものなのかというのは明確にはっきりしないと、そういう言い方をしているので、内政干渉かどうかということを聞いても、そこをはぐらかせるし、そして外務大臣も例えば記者会見で、このエマニュエル大使の行動が問題だと思わないのかというようなことに対しても、ノーコメントというふうにおっしゃっているんです。ですから、まあ、外務大臣がノーコメントを貫いている中で、他のそれより、まあ、職位の低い外務省の職員がそれを乗り越える答弁というのは出てきにくいということを私も分かっているので、であれば私は一、まあ、公務員、外務省の職員を責めたところで、まあ、外務大臣がそのようなラインになっているので、では、その日本の矜持をちゃんと主権国家としての矜持を持ってほしいという国民の声に、日本政府を代表する外務省はどう答えるのかというふうに、あえて意識的に聞き方を変えています。はい。で、まあ、その15分というね、限られた質問時間の中で、はい、それ最後にね、はい、やっぱり、こう、我々、保守派が思っていることをね、言ってくれたっていうのは非常にありがたいと言いますか、有村春子チャンネルに、その15分全部、はい、ありますよね。あります、あります。はい。だから、概要欄に、はい、はい、有村春子チャンネル。これですね。リンクを貼っておきます。ありがとうございます。ぜひご覧ください。ので、今回、はい、国会質問で、質問に立ちました。で、はい、山谷恵理子議員と私で、自由民主党、参議院自民党の30分を15分、15分で分けているんですが、うん、ここに慎重派の2人を国会質問に立たせるというのも、ある意味では自民党の良識なんですね。賛成派がこの法案、賛成さんっていう選択肢もあり得た中で、はい、慎重な立場を取
取る人間がちゃんと時間を取ってやろうというのは、衆議院それぞれの会派10分ずつしか質問時間なかったわけですから、はい、30分取っていく、私はもっともっと欲しかったですけれども、はい、その中でやっぱり、例えば東京新聞、日経新聞、毎日新聞、朝日新聞は、G7 の法案がないのは日本だけだ、日本が遅れてるみたいなこともおっしゃっていたんですが、果たして本当にそうなのかどうかということでは、必ずしもそうではないという答弁が外務省から出ていますし、大使が本当に踏み込んで日本がどうすべきだということをとやかく言うのは不遜だと、そして、この LGBT 法案に対する、その進捗に対してですね、日本は進化の過程にあるって彼がツイッターに書いているんですね。ですけれども、私たちは対等な独立主権国家です。占領下にあるわけではありません。そんな場合にですね、この大使から、日本はだんだん進んできたねというふうに評定をされるような、そんな不遜な、立場を黙って聞いてるような日本じゃないぞと、いうことは絶対に議事録に残したかったんですね。で、憲法改正についてもそうですけど、私自身は今毎週毎週全国各地を走って憲法改正についての講演をほぼ毎週させていただいているんですけれども、やっぱりその時に必ず私が議題に出すのは主権っていう言葉とその意味とその価値を守ることの重要さなんですね。主権、すなわち国の統治のあり方を決める権利。主権在民って言うじゃないですか。国民主権って憲法で平和主義、それから国民主権、それから基本的人権の尊重っていうのは現在の憲法の三大特徴だってテストに書かれるわけですけど、じゃあ主権って何ぞや、主権って何ですかって聞くと、ほとんどの方々が明確にやっぱ答えられないです。で、それを別に知識を問うてるわけではなくて、やっぱり主権っていうのは、国がどのように統治されるべきか、統治すべきかっていう国のあり方を決める権利は、王様じゃなく、専制君主じゃなく、あるいは独裁者じゃなく、国民が決めるんだと。国の統治のあり方を決めるのは国民なんだということ。そしてもう一つは、主権っていうのは、他国の支配や干渉を受けずに自国の統治を執行する権利、まあ、施政権というのでしょうか。それは完全に日本にあるということを考えると、他国に法律を作るべきとか、こういうふうに作るべきなんて言われる筋合いはないっていうことをいちいち言っていかなきゃいけないというふうに思っているんですね。で、そういう意味では、この間平井さんがおっしゃっていましたけれども、やはりこれは全米の価値を、代弁している大使の発言じゃなくてですね、全米だって民主党、共和党で意見が分かれて、州によってその LGBT に対する、向き合い方が違っているわけですから、そんな状況なので、彼の個人的な執着、そして民主党の価値観を、まあ、代弁しているだけじゃないかということを含意として匂わす答弁になっています。あと一個お伝えしていいですか？民主党政権という意味では、実はバイデン大統領がですね、2016年に、当時は民主党はヒラリー・クリントンを立てて大統領選戦おうとしていた。で、共和党は、トランプ候補が、まあ、出てくるという中で、じゃあ共和党のトランプ氏なのか、民主党のヒラリー・クリントン氏なのかという時の戦いの時に、当時のオバマ政権の、バイデン副大統領はヒラリー・クリントンの応援演説でこんなこと言ってるんですよ。バイデン、ごめんなさい、トランプさんが、日本は核を持つということを考えるべきだっていう発言をした、そのことを引用してですね、何言ってんだと、日本の憲法は私たちアメリカが書いたんだと、そんなこともトランプは知らないのか、彼は学校で何を学んできたんだと、日本が核を持てないのは自明の利じゃないかという願意でスピーチをしているんですね。で、戦後70年以上経っていくら同盟国、唯一の同盟国であるにしても、他国の政府高官の口をしてですよ、日本の憲法は私たちアメリカが書いたって言われるのって、憲法に対してどのような立場を取るにせよ、私たち日本人としては尺な話じゃないですか。事実ですけどね。
尺の話じゃないですか。はい、それで、で、その、それに対して日本政府も、強い影響力があって、占領下に書かれた憲法だっていうことを日本政府も答えているんですけれども、やはり、憲法というのが独立国家の最高法規であるとするならば、それを俺たちアメリカが書きましたよというふうに政府高官に言われて、そしてその発言というのは撤回も謝罪もされていないという現状でそれが生きているとすればですね、いよいよ国民主権というならば、主権者たる私たちが日本の国の最高法規である憲法について、しっかりとその声を反映して、そして私たち自身が主権者の手によって憲法を作り上げるというのがいよいよ大事になってくるという論理になるんじゃないでしょうか。そのことを毎週私は申し上げているんです。だから内政干渉か、あるいは米国のエマニュエル大使の個人的見解を許さないというのであれば、やはり私は主権ということの大切さと、それから主権国家としての矜持を日本政府にも持っていただきたいですし、それはアメリカの言うがままに黙って従うというのが同盟国の健全な姿だとは思わないし、そしてそれは戦没者に対してもお参りせよとかお参りすんなって言われる話じゃないし、教科書の、ですね、近隣諸国条項というのもまだ残っていますけれども、自国の次世代を担う子どもたちにどういう視点で教育をするかというのは、独立国であれば本来ですね、その国の国民が決める話、行政が決める話で、その他国がどう思うからということを、その史実に入れ込むというのは、私は健全な姿だとは思っていないんですね。そういうことを日々思っているので、まあ、こういう質問になったっていうふうに報告させていただきたいと思います。産経新聞が一面コラムで、やはり、そのエマニュエル大使の必要なまでに挑発的な行動、言動は許されないということで、私が国会質問で議事録に残しているので、それを引用をしていただきました。そして、日本を見下し、評定するような不尊な態度は、日米関係を大事にしたい国民層を逆なでし、毀損すると、これも国会質問から引用していただいて、これが一面のコラム、産経省だったんですが、その2日後には、産経新聞が社説で、まあ、法律が通ったと、いうことですけれども、その中で、このですね、LGBT 法制定を促す、まあ、言動をエマニュエル大使が取ってきたけれども、まあ、これは内政干渉だと看過できないというふうに産経はご主張されています。で、この LGBT に特化した法律は G7 では存在しないと、これも私の国会質問で明らかになったことですが、アメリカの全米レベルでも存在していない法律を日本、他国に求めるのは容認できないということで、産経が主張をされています。で、そういう傲慢な振る舞いというのは、日米関係を大事にする層を毀損するというのも大事なことだと思っています。はい、それをですね、今回、ジャパンフォワードという英語版でも、これ以外でも英字で、この主張というのが、出てきているので、私は国内的だけに言っているというのではなくて、やはりどの国もその国の国内でどのような法律をするのか、あるいは戦没者に対してどう向き合うのかというのは国民が決める話で、他国にとやかく言われるということを許してはいけないという原理原則はしっかり守っていくべきだし、そしてそういう立場だからこそ健全で対等な対話ができる、そういう二国間関係、多国間関係にがあるというのが民主的で健全な社会を守ることにつながるって確信してますね。ということでね、はい、15分の質問は概要欄にリンクを貼っておきますので、ありがとうございます。そちらからご覧ください。ということでね、明日は平井浩二さんとのね、対談がね、アップされると思いますが、はい、そちらもまたね、お楽しみにと。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。